シーホース、潜水艦。シーホース、アセスシーホース、SS-304 は、アメリカ海軍の潜水艦。バラオ級潜水艦の一隻。艦名は辰野落としシにちなむ。その名を持つ艦としては二隻目。シーホースは1942年7月1日に、カリフォルニア州バレーホノメア,アイランド海軍造船所で、寄港した。 1943年1月9日に、チェスター・シー・スミス夫人によって、命名、浸水し、1943年3月31日に、艦長ドナルド・マクレガー・チューサ、アナポリス1926年組の指揮下収益した。カリフォルニア海岸沿いの成長後、シーホースは、真珠湾に開港された。1943年8月3日、シーホースは、 最初の紹介で、パラオ方面に向かった。8月29日の朝、シーホースは、日本軍の輸送船団を発見、攻撃位置を確定しようとしたが、護衛の駆逐艦に阻止され、5時間もの間、じっとさせられた。9月6日、シーホースは、パラオ西水道付近で、8隻の輸送船からなる3111船団を発見し、うち1隻の輸送船へ3本の雷撃を行った。 シーホースは爆雷攻撃を回避するため先行を行ったが、護衛の駆逐艦カルカヤからの爆雷がシーホースに効果的なダメージを与えた。空気取り入れ口から激しい浸水が起き、4番、魚雷発射艦が使用不能となった。幸いなことに致命的な損傷は負わなかったので紹介を続け、1週間後には単独で航行中の大型タンカーに対して8本魚雷を 発射するが、戦果は上げられなかった。9月27日、シーホースは55日間の行動を終えて、ミッドウェイ島に帰島。艦長がアナポリス1935年組に変わった。10月20日、シーホースは2回目の紹介で、東、シナ海に向かった。10月29日から31日の間に、水上戦闘により3隻のトロール船と交戦した、あと、 11月2日には、種子島と、鳥岬に挟まれた海域で、再起からパラオに向かっていた、お百十二船団を発見した。このお百十二船団には、すでに前日から、両艦トリガー、アセストリガー、SS-237 が追跡を続けており、2隻は、深夜から攻撃を開始した。トリガーが、デラゴア丸、日本優先、7148トンと、 ヤワタマル、日の出ノ船、キセ1852トンを撃沈すると、シーホースも、護衛艦による攻撃をかいくぐって、4時頃に、梅丸、栃木キ船、5859トンを撃沈し、間発入れず千葉や丸、ダホ船、元オランダ船、チサロア、7087トンも撃沈した。この百1 2戦団は、五国ハリバット、アセスハリバット、 SS-232 の攻撃により、さらに一隻の輸送船を失い、都合五隻の損害を出した。11月22日、シーホースはの地点で、三隻の護衛艦をやり過ごした、後に、オースマル、大道海運、3323トンに向けて4本の魚雷を発射し、命中させて撃沈した。11月26日にも五島列島を浮くと北西。 約50キロ地点で221戦乱を発見し、津島海峡に入る前に攻撃。11月27日に入った直後、タンカーサンラモン丸、三菱汽船7309トンに向けて魚雷を発射し、一本が命中したが沈没する気配を見せなかったため、シーホースは約1時間後に再度攻撃。この2回目の攻撃でサンラモン丸は大爆発を起こし、 沈没した。その後、11月30日から12月1日にかけても輸送船団を発見して攻撃し、4800トンの貨物船の撃沈を報じたが、実際には魚雷が早期爆発を起こしたこともあって戦火は上げられなかシーホースはこの攻撃ですべての魚雷を使い果たした。12月12日、シーホースは53日間の行動を終えて、 真珠湾に寄港した。1944年1月6日、シーホースは3回目の紹介でパラオ諸島方面に向かった。1月16日、シーホースはのマリアナ諸島近海で4隻の護衛艦をかわした後に日光丸太陽工業784トンに向けて魚雷を発射し3本命中させて撃沈した。その後、ーホースは パラオの南東海域に下り紹介した。1月21日、シーホースはの地点で、折からの悪天候をついて、ホーランジアに向かう輸送船団を発見した。シーホースは、日が暮れてから攻撃し、イコママル、日本郵船、3156トンと、ヤスクニマル、浜根木船、3025トンを撃沈した。この輸送船団には撃沈された2隻以外に、輸送船はなく、 護衛艦を残して船団は消滅した。その後も周辺海域で紹介を続け、1月28日にもラバウル域の805船団を発見した。シーホースは護衛艦と上空の航空機の妨害を排除しつつ80時間に及ぶ追跡の末、1月31日未明になって、アズマ・アキラマル・オ2747トンに向けて魚雷を3本発射。 うち日本が命中して、これを撃沈した。シーホースはなおもう805戦を追跡し、翌2月1日にも攻撃。別の目標に魚雷を発射したが、これは命中しなかった。続いて、富士、影丸、山本汽船、4004トンに向けて最後に残った日本の魚雷を発射した後、新深度先行で護衛艦の反撃から逃れた。魚雷は、 富士陰丸に命中して撃沈し、攻撃終了後にシーホースは浮上して戦果を確認した。2月16日、シーホースは41日間の行動を終えて真珠湾に帰投した。3月16日、シーホースは4回目の紹介でマリアナ諸島方面に向かった。4月8日、シーホースはの地点で輸送船団を発見。夕刻に新玉丸。 玉井商船、6783トンを撃沈し、即座に次の目標に向けて、魚雷を発射。2回目の攻撃で傷がわまる、東洋海運、1915トンを撃沈した。護衛艦の反撃から逃れた後、翌4月9日には、マリアナ諸島やパラオ方面に向かっていた東松4号弾を発見。16時25分に、サイパン島。 西北西100キロ地点で美浦坂丸、日本優先4667トンに向けて魚雷を発射し命中させて撃沈した。4月20日にはサイパン島西方で潜水艦とおぼしき艦艇を撃沈した。1週間後の4月27日にはの地点で秋川丸、川崎汽船5244トンを撃沈した。シーホースは5月7日に ミルン湾に寄港。5月11日、シーホースは56日間の行動を終えて、ブリスベンに帰島した。6月3日、シーホースは5回目の紹介で、ルソン海峡方面に向かった。フィリピンの東側を通って、担当海域に向かったが、この頃、マリアナ諸島に対するアメリカ軍の反抗作戦が行われつつあった。複数の他の潜水艦の報告によって確認された。 フィリピン南西部のたびたび在泊中の日本海軍の機動部隊の動向はアメリカ軍の注目の的であり、シー・ホースが航行中の海域にも艦隊が出現す。可能性は十分あった。6月15日18時45分のスリガオ海峡東方200海里沖を北上中だったシー・ホースの見張り員は水平線上に煙を発見した。これは第3次。 今作戦を打ち切って、小沢寺三郎中将率いる、機動部隊に合流戦と航行中の戦艦山と、武蔵、従順明光、羽黒以下の艦隊であった。シーホースは直ちに浮上して、20ノットの速度で艦隊を追跡した。ところが、艦隊までの距離が1万7千メートルにまで、接近した23時ごろ、シーホースの主電動機1機がスパークを起こして倒し、 シーホースは直ちに速力を14ノットに落とさなければならなかった。その結果、艦隊との距離は広がっていき、いつしか見えなくなった。それでも、翌6月16日3時に日本艦隊発見を司令部に通報したが、ジャミングを受けた。その後、シーホースは担当海域に到着。六月十七日早朝にはの台湾南方で、また十三戦乱を発見し、 タンカーメダン丸、三菱汽船、5135トンを撃沈した。7月3日にも、香港南方で、非東丸、東和海運、2186トン、第28共同岸、東和海運、1518トン、赤月いさむ丸、打歩船、元イギリス船、ジョアンモラー、2232トンの3隻の輸送船を立て続きに撃沈。シーホースは、 この攻撃で魚雷を使い切った。7月19日、シー・ホースは47日間の行動を終えて、真珠湾に帰島。艦長が、チャールズ・ W ・ウィルキンス、アナポリス1924年組に変わった。8月21日、シー・ホースは6回目の紹介で、ルソン海峡方面に向かった。パラオ、フィリピン方面を攻撃する、第38任務部隊。 マーク・ミッチャー・中将に対する支援に従事した後、担当海域に到着。10月6日、シーホースはの地点で非77船団を発見し、ウルフパックの両艦ホエール、アセスホエール、SS-239 と共に攻撃。ホエールが、タンカー・アカネマル、石原機船、1241トンを撃沈し、シーホースは、第21号解剖艦を撃沈した。 その後、再び第38任務部隊に対する支援に従事。11月1日、シーホースは71日間の行動を終えて、真珠湾に帰島。メアアイランド海軍造船所に開港されて、オーバーホールに入った。この間に、艦長が、ハリー・エイ・チグリアージュニア、アナポリス1934年組に変わった。オーバーホールは1945年2月10日に終わり。 2月18日に、真珠湾に到着した。3月9日、シーホースは7回目の紹介で、日本近海に向かった。この時のシーホースには、付設された機雷も探知できる、FM ソナーが装備されており、津島海峡、九州西部方面における試験実施も兼ねていた。3月29日から4月1日にかけて、試験を実施した後、通常の紹介を続けた。 4月8日、シーホースは砲撃でジャンクを撃沈した。しかし、その10日後の4月18日早朝、シーホースはの最終島南東海域を、浮上航行中、第132号解剖艦に発見され射撃を受けた。シーホースは直ちに先行。第132号解剖艦は6時15分に、水深100メートル付近にいたシーホースを目標に爆雷を投下。 その後、第14号海防艦と第16号海防艦が現場に到着し、攻撃を開始。シーホースは爆雷の爆発により、下部に飛ばされ、艦内のグラスが割れた。また、機材は落下して強打し、水圧設備の潤滑油が漏れ出した。レーダー機部や魚雷発射用コンピュータも破壊され、おまけに、微砲も機銃もことごとく故障し、 もはや紹介をこれ以上続けることは不可能となった。乗組委員は応急修理を行い、シーホースは引き返し始めた。4月27日、シーホースは46日間の行動を終えて、グアムアプラ港に帰島。シーホースはひどい損傷を受けていたが、FM ソナーにはあまり損傷がなく、FM ソナーはシードック、アセスシードック。 ss-401 に移設された。その後、シーホースは、真珠湾に開港されて、修理を受けた。7月12日、シーホースは8回目の紹介で、日本近海に向かった。8月15日の終戦時、シーホースは八丈島南東40マイルの海上に、あった。シーホースは、終戦の方を受け、引き返した。8月22日、 シーホースは38日間の行動を終えて、ミッドウェイ島に帰島した。シーホースは、メアアイランド海軍造船所に向かい、1946年3月2日に、同地で退役し太平洋予備役艦隊入りし、不活性化状態のまま保管される。1962年11月6日に、ギースマイナス304実験潜水艦に、艦種変更され、 1967年3月1日に除籍。1968年12月14日にオレゴン州ポートランドのジデルエクスプロレーション社にスクラップとして売却された。シーホースは第二次世界大戦の先行で9個の従軍聖賞を受賞した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。